エキスポタワーは大阪府水田市の万博記念公園にかつて存在した高さ127メートルの展望塔。1970年に開催された日本万国博覧会のランドマークとして建設された建設費は8億1302万円老朽化が激しく2002年8月から2003年3月にかけて解体撤去されたエキスポタワーは シンボルタワーとして日本万国博覧会協会が建てたが万博開幕から解体までエキスポランドの付帯施設となっており施設番号はエキスポランド施設を示す800番台の801番だった日本庭園入り口を北端に万博美術館お祭り広場太陽の塔万国博協会ビルと会場内を南北に伸びる 都市軸の南端部海抜65メートルの丘に位置する。一辺10.8メートルの正三角形に建てられた垂直に伸びる3本の支柱を中心にした立体トラス構造とし高さ60メートルから85メートルの中間部にメタボリズム理論に基づいた直径10メートル、重量30トンの大型キャビン4個と直径7メートル、 重量20トンの小型キャビン3個からなる、当時の未来の住居モデルであった交換と玉を組み合わせた54面の多面体キャビンをエレベーターホール、展望室、展示室、機品室、機械室、指令室として設置。3本の支柱の真ん中には、分速180メートルの30人乗りエレベーターを2機、設けたが、囲いを設けなかったために雨水にさらされ、痛みやすくなっていた。 1966年10月に展望台を含むランドマーク建設計画が表面化し、当初案では高さ130メートルから180メートルの回転展望台、ロープウェイ上交易を設け1967年度より着工し、開催2年前に完成させ万博開催へ向けての広告塔としての役割を持たせるとした。その後1967年4月に、 万博会場計画の立案に携わった丹下健造ら13名の建築家による高さ400メートルの案が提出されたが予算不足から万博協会は難色を示し代替案として6月に三菱グループが350メートルから380メートル級の回転展望台付きタワーの建設と回帰中の万博協会への無償対応を申し入れ万博協会は4月に申し込んだ 三菱のパビリオン出展を取り消さないことを条件に受け入れた。しかし7月の参議院運輸委員会で運輸省がタワー建設地や会場上,上空が大阪国際空港の東京方面への上昇経路や小型機船開地点に重なり離着陸に支障が出ることから沢雄二航空局長がタワーの高さを180メートル級程度とする意向を 示し万博協会に190メートル以下での建設申し入れを行い、佐藤義明大阪府知事も閉会後の企業広告等としての利用に難色を示したこともあり、万博協会は建設中止を持ちかけ、三菱グループによる計画は取り留めとなった。1968年3月には万博協会より建築家、 菊武清ケ・君による高さ170メートルの4本柱構造の設計案が提示されたものの入札部長に終わり、予算等の関係で3本柱で高さ127メートルに縮小し体制建設を中心とした5社、共同企業体により1968年7月に着工し1970年2月に完成。1970年の万博開催当時は、 タワー全体が銀色に塗装され、展望塔と会場内全体の無線通信の中継アンテナとして用いられ、出入り口周辺の広場には、食堂8店舗、売店9店舗、写真相談所、ロッカー、案内所、貸出所、便所、管理所、警備員詰め所からなるサービス施設を配置した。万博閉幕後は赤と白に塗り替えられ、 1972年3月15日のエキスポランドの再開演とともにエキスポランドのアトラクションの一つとして有料で塔に登ることができたが、ランドの敷地から離れた丘の上という立地の悪さから来場者は少なく、1990年9月30日をもって展望塔としての営業を終了し塔は閉鎖され、解体までほぼ放置された。また、 携帯電話のアンテナとしても使われていた。解体後には、矢野部検事により、キャビンパネルの一部が現代アート作品、タワーオブライフとして用いられたほか、2010年からは、旧鉄鋼管を改装し開業したエキスポ70、パビリオンにキャビンパネルの一部や登頂場に設置されていた、キセノン投稿機が展示されている。 abcdefghijkl 日本、バンコク博覧会公式記録第3巻建設機関施設、シンボルゾーン内施設エキスポタワーと付属施設日本、バンコク博覧会記念協会 ab 日本、バンコク博覧会公式記録第2巻、エキスポランド遊戯施設と運営管理、エキスポタワー日本、バンコク博覧会記念協会、abcd 特集最近の特徴的な、 建築構造物解体リサイクルシステムエキスポタワーの解体工事から建設機械2004年5月号日本万国博覧会公式記録第2巻運営観客サービス建物番号日本万国博覧会記念協会大阪万博の2つのタワーエキスポタワーと太陽の塔都市の高さと街づくり ABCDE 大阪万博幻の400メートル級タワー都市の高さと ちづくり第055回国会運輸委員会第19号国会会議録検索システムハット AB 第4小日本版国博覧会第3節夢の実現未来都市に挑戦小林組80年史タワーオブライフや野べ賢治アートワークス6000万人が訪れた大阪万博の実物資料をじっくり見たり音楽演奏を聴いたり可能なエキスポ70パビリオンに行ってきたギガジネ ハット缶コーヒーもランも、万博から広まった大阪の万博記念公園にオープンしたエキスポ70パビリオンに行ってみたギガジネある人生万博と人を NHK 放送し、ありがとうございます。